今回は、フォルクスワーゲン、ポロに乗りました。その中でも、TSI、トレンドラインと呼ばれる、15インチタイヤで、本体価格も200万円を切る、ベーシックなモデルになります。フォルクスワーゲンで一番有名な車は、間違いなくビートルで、その次くらいには、ゴルフが来ると思います。ゴルフは、C セグメントの王者と言われ、乗り心地、ドライバビリティ、品質や質感といった面で、非常に高い評価を得ている車です。一方のポロは、ワンランク下の、B セグメントに属しており、2009年に、現行モデルとなる、5代目が発売されてから、すでに8年が経過しています。その間、国産車では、B セグメントの小型車に、魅力的な車が、たくさん登場しているわけですが、そういった中にあって、現状、ポロがどのような印象を与えてくれるのか、とても楽しみです。デザインを見ていきます。近年、ヨーロッパの車も、日本の車の後を追いかけるように、どんどんと派手なデザインのものが増えているのですが、現状のポロにあっては、まだ大陸ヨーロッパ的な、合理的なデザインを保持していると言っていいでしょう。プレスラインは極めて少なく、ボンネットもすっきりとしており、特に、どこがどうなっているというような説明もできないほど、シンプルに、簡素に作られていると感じます。必要以上に押し出し感を持たせず、大衆車は、大衆車としての雰囲気を、逸脱してはならないという、大陸ヨーロッパの、階級意識が感じられます。ちなみに、フォルクスワーゲンという会社名ですが、前半の、フォルクスというのは、国民の、大衆の、という意味で、ワーゲンは自動車という意味になります。つまり、フォルクスワーゲンを直訳すると、大衆車や、国民車という意味になります。大衆車という名前のブランドが成立すること自体、ヨーロッパには、日米にはない、階級意識が根付いているということなのでしょう。すっきりとした、シンプルなデザインですが、その分、完成度も高く、長く乗っても飽きが来なそうだなとも感じます。気がついてしまった、国産車や、他のドイツ車に辟易している人にとっては、良い受け皿となるかもしれません。今回装着されていたタイヤは、日本ではあまり馴染みのない、コンチネンタルというドイツの会社の、コンチプレミアムコンタクト2が装着されていました。ホイールは15インチです。内装を見ていきます。フォルクスワーゲンといえば、大衆車ブランドでありながら、内装のクオリティが高いことでも知れ渡っています。ただ、近年は、国産車でも内装はどんどん改善されてきている上に、この車は、基本設計が8年前ということもあって、さすがに古いと感じるところもあります。ハンドルは、スポークやエンブレムに光沢感があり、かっこいいと思います。シートは固めで、ホールド感もある程度あるのですが、個人的には、もう少し柔らかい方が好みかなと思います。セレクトレバーは、ストレート式で、マニュアルモードがついています。メルセデスや BMW などでは、初見で操作がわからない場合があったりするのですが、この車は、ウインカーとワイパーのレバーが、国産車と逆になっていること以外で、特に混乱する要素がないです。収納は、大きなところは、グローブボックスのみなのですが、十分だと感じます。後部座席に乗ってみます。身長176cmある私が、適切なドライビングポジションを取った状態では、膝周りには原骨1個が、ギリギリ入るスペースしかありません。最近の国産車は、B セグメントでも、かなり室内スペースが広くなったため、それらと比べると、狭いと言わざるを得ないです。普段は、二人までしか乗らないとか、後ろの席は、チャイルドシート専用にするとか、三人以上乗るけど、ほとんどが女性ばかりだという人なら、これでもいいと思いますが、男性で3名以上乗るのなら、ゴルフなどの上位モデルを検討するのが、良いでしょう。もちろん、2名乗車なら、何の問題もありません。ラゲッジスペースは、VDA 計測方式において、280リットルです。この数値は、マツダの、デミオと全く同じ値となります。後部座席の居住性も、デミオとほとんど同じなので、
両者はかなり似通ったキャラクターを持っていると言えるかもしれません。説明書のイラストには、なぜか、骨がむき出しの挿絵が使われており、ちょっとグロテスクです。この説明書は、日本人が作ったものなのか、ドイツ人が作ったものなのかはわかりませんが、こういうところは、いかにも外国製品っぽくて面白いです。シートベルトの着用を促す記述に、正面衝突と運動の法則、というタイトルをつけるあたりに、ドイツ人の生真面目さと、融通の利かなさが現れているような気がします。カードを入れてください。は直列4気筒の DOHC1200cc のターボ付きで最高出力90馬力最大トルク 16.3 キロです。トヨタがハイブリッドを得意としているのに対しフォルクスワーゲンは本当にクリーンかどうかは別としてクリーンディーゼルとこのダウンサイジングターボエンジンを得意としています。最高出力は大したことはないですが最大トルクは私の感覚では、自然吸気の 1500cc から 1600cc 程度に相当するものに思われます。それでは、ポロの走りや乗り心地については、後編で検証していくことにしましょう。